乃木坂46の田村慎介が8月1日に発売するファースト写真集、サイトル未定、ワニブックス、より、先行カット第5弾として初の水着姿が公開された。田村慎介、神秘的な初水着姿を公開。田村にとって初となる水着姿での撮影は、発売情報解禁時に公開された船でのクルーズの後、どり着いたパラオ近海に浮かぶ無人島で行われた。 クルーズ中は晴れたり曇ったり不安定な天候で、無人島で撮影を始めた時にはあいにくの曇天に。その安入意な自然光の成果、白い肌にまとった白水着の成果、光合しさすら感じられる写真が撮影された。 乃木坂46田村晋介、ファースト写真集今回の写真集では、アイドルグラビアの王道がテーマに、24歳という年齢でありながら、少女感のある可愛らしさも、年相応の大人っぽさも、両方兼ね備えている彼女。初めて訪れる南の島で、ハイテンションにカメラと向き合った。 ビーチでの神秘的にも見えた、初めて披露する水着姿や、緑深い森の中での艶やかなワンピースでの撮影、コテージのベッドで見せてくれた無防備な笑顔など、写真集には印象的なカットがたくさん収録されている。さらに、ビーチや街中での生き生きとした姿はもちろん、ホテルのスイートルームでの撮影では初挑戦となったランジェリー姿や、思わず息を飲むような大胆なセクシーカットにも挑戦している。